式野球選手権大会が8月16日から2日間日南市内の球場で開催。この大会は1969年から日南市の姉妹都市になった沖縄県那覇市との交流を目的に19年前から毎年開いています。開会式は天福球場で行われ、今年で20回目の開催ということで、主催者から沖縄県野球連盟那覇支部学童部へ帯杉でできた感謝状の贈呈がありました。あがた少年野球クラブ桑原京介さんが選手宣誓。参加する児童は、まずは1回戦突破です。みんなで一団結して優勝を目指して頑張ることです。今年は市内8チームと那覇市の6チーム、そして宮崎県学童選抜大会で優勝準優勝した宮崎市と延岡市のチームを含め合わせて16チーム児童らおよそ300人が参加し、接戦が繰り広げられました。保護者から熱い声援が送られ、選手たちのはつらつとしたプレーが見られました。